おはようございます。釣り子 TV です。この先日ご紹介した驚くべき透明感背びれのね、2022年の、新色クリアブルーノーズなんですけども、これでね早速ねいいバイトがもらえたので、まずはこちらをご覧ください。うわ、いきなり背びれ出た。よいしょ。はーい、背びれフィッシュ来ました。見てこの見事なハーモニカ食い、いやーこれはバレないわ。こんな感じで背びれフィッシュ来ましたよ。これね2022年の新色のクリアブルーノーズ、イエーイ。いやー、背びれフィッシュ嬉しいね。はい、ハーモニカ食いの背びれくんフィッシュやったねー。綺麗で、タックルはねこんな感じで、ジーニアスプロジェクトのグラビアスのハイヤーモデルにロデオクラフトのホワイトウルフ、こんな感じの組み合わせでございます。やったね。いやー久しぶりにイカちゃん、ちょっとね油断してましたけど、しっかり釣れましたよ。クリアブルーノーズいいね。チュワッって言ってたね。うわ、でかっ。ちょっとあれは、でっかいバスがいたんだ。慌てて逃げちゃいました。ああいうサイズもあるんだ。はい、というわけでね、帰ってきました。これ状況としてはね、一通り魚をねいろいろ釣ったりして、そしたらね雨が降ってきたんですよね。パサ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 ってね。実はね座ったまんま疲れてね眠りこけていたんですけども、雨がねこう顔に当たる感触でね、おーと思って起きて、おーいい雨だね、ちょっとなんか投げてみるかな。そこでね選んだのがこのねクリアブルーノーズね、背びれジャンキーなんですけども、これをねおもむろに投げたらね、このタイミングはね一投目でねバーってね反応してくれたんですね。いやーもうほんとね結構近い距離なんですけども、至近距離なんだけど、この怪しい透明な感じね。まあ、透明とは言ってもね、こう、なんだろう、光が通過したりとか、あとはこのプロペラのね、チリ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 っていうね、反射とかで、だいぶね、静かなんだけど、しっかりとアピールしてくれるっていうね、こういった不思議な、使用感なんですが、これにガバーってね、出てくれて、で、楽しいファイトができたよっていうことで。で、タックルはですね、こんな感じ。ロデオクラフトのホワイトウルフのですね、8ポンドクラス。ね、この手のルアーをね投げるのにすごいね使いやすいね、ビシッとねこう張りのある竿なんですけども、魚かけてからしっかりとね、曲がってくれる、そんな竿に、リールはですねこういう感じ、グラビアスの、ハイギアモデルですね、これに P ラインとリーダーをつけた、そんなセッティングでございます。こんな感じのね、タックルで狙っております。まあ、P ラインのね、この細い特性を使ってね遠くにね、ルアーを入れやすいよっていうところとか、あとはまあ遠くでねバイトした時とかも P ラインってあんまり伸びないのでしっかりとね、フックアップできるっていうね、そんな感じでトップウォーターなんかでもこういう風なセッティングで使っておりますが、まあ何よりもねこのね背びれ本当ね
困った時とかね、しばらくあこれ釣れないなっていうタイミングで投げるとですね、本当によく釣れてくれるルアーなんで、まだ使っていない方はですね、ぜひねこのねダブルスイッシャーね、最近だとあのプロップペッパーとかステルスペッパーとかですね、あのティムコの往年の名作のねダブルスイッシャーなんかまたもう大人気爆発しておりますが、背びれ、これにもものすごい魔力ありますんでね、ぜひまだ使ったことない人はね、あの顔はこんな感じで可愛らしい感じなんですけども、実力はなかなかの折り紙付きですので、最近ね困った時いつもこのルアーに助けられてますんでね、気になる人は背びれチェックしてみてください。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、2022年の新色ですね、背びれのクリアブルーノーズ、これを投げてみたところバズが好反応してくれたよって、こういった動画でございました。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。グローブ、はい、塗装が重いんで、あの普通のカラー、通常のカラーより、はい、ずっしり感あるんで、水にこう噛むっていうか、ほら、ね、背びれの先端見て、はい、出たり出なかったりするぐらい、もう微妙なもうこの重さになるわけですよ、はい、だからこの場合フック交換するときはこれ、オーナーの ST36 の6番を使ってます、はい、なので、はい、同じ貼り付けてます。了解です。これをちょっとサイズでかくしようとかやっちゃうとちょっとシンキングとかになっちゃう、はい、小さくもしない方がいいですか、ちあーというかもうちょっと細軸のとか、まあ、これ塗装によってどんぐらい違うかっていうと、どうだろう、背中の出てる面積背びれのちょっとね微妙なんだけど、あ、いや本当だでしょ、ピンキーの方はあの背びれが2個出ていて、もう1個の方は、3.5個ぐらい出てる、そうでしょ、はい、ちょっとこのグロー系っていうのはやっぱりグローの塗料って結構重いんで、ね、はい、こうなっちゃったりとかもするんですよ、ね、あとだから中にリフレクトが入ってるとかでもちょっと微妙に違かったりするんで、はい、トップウォーターの中でもさらにトップでのレンジ調整みたいな話になってくる、深いなこれ、深いでしょこれ、これ深すぎて深いんだけど、あんま深く考えない、はい、俺があのやったまんまでやってればいいかな力強い言葉をいただきました。いやもう本当ね、あのね詳しく言っちゃうとそう塗りとかそういう仕様とかで変わってきちゃいますけど、まあそんな気にしない、はい、もう全部こうやって全部チェックして、いや大変だからこれね、いやこれもねやっぱりね皆さんがね釣ってね楽しんでいただくためのこのあれですから、これね、本当にありがとうございます。もう皆さんがこうつってうわーやったーって言ってるそのなんか笑顔を僕はもう想像しながらこれやってます、はい、はい、ありがとうございました。